今日の企画はですね、こんなやつどうなんやろみたいなね、感じでいこうと思います。まあちょっとね、こんな格好してますが、悪徳業者とかなんかこうね、まあイメージこうあると思うんですが、悪徳って本当にねこう見た目こんな悪いのいないんですね。もっともっとピチッとしてます。で、高青年であったりとか、そういうのをまあちょっと今回チラシに使うので、まあちょっと昔ね、あったでしょ、金ドンの、良い子悪い子普通の子ね、ちょっとまあ最近の方はねちょっと知らないと思うんですけど、まあ我々のね、年代の方は結構見てたと思うんですね。まああれのいわゆる良い子悪い子普通の子、まあ普通はまああれですけどね、まあ、良い子と悪い子をね、実際私がこういろいろやってみようかという企画でございます。はい、それではこれまずは悪い子、悪い職人さんの見本ですね。まあ、悪いというか見た目が悪い。さあどうでしょうか、まあこんなね、こんなやつおらんやろと思うかわからないですけど、実際ねでもいるんですよ。というかまあ我々、私の年代ね、今まあ56ですけど、私のね、若い頃はまあ飽きて職人さんとこんなばっかしでした。で、特に足場屋さん、飛びさんとペンキ屋さんとかね、いうのは本当にねこんなばっかして、よく今でもねあれですか、コンビニ前にねこんな来ないしね、ヤンキー座り言うんですか、あの座ってタバコとかあーと座ってね、まあ、こういうのがまあまあ一般的にね、でこう目の合うやつがみんな敵なんですよ。だからこんなんが実際にお客さんの家に来てね、こうペンキを塗るんですよね。でまあこんなのはまあこうペンキ屋の道具ですけどね、まあ危なっかしいようなこんなんも持ってるわけですよ。でこんなんが実際に皆さんの家に来たらさあどうですか。で営業マンがいくらきちんとしてても職人さんがこんなんじゃちょっと嫌ですよね。だからそれをちょっとね、いろいろとこうパターン化していこうと思ってね、ちょっとこの格好覚えておいてくださいね。で、次ちょっとね、変身してまいります。いきますよ、さあ。はい、ということでね、変身しました。どうでしょうか、こうやってね、真面目な高青年、高青年ちょっと見えませんかね。はい、でもこう真面目な感じのシャキッとしたね、仕事するぞみたいな感じのね、こう雰囲気ですよね。同じ仕事をしてもらうんであれば、やっぱりさっきのね、ちょっとこうやからみたいなややこしいやつよりか、まあ、こういうねスキッとして、でこういう形でね、あ、おはようございます、本日はこんな作業してます、します、よろしくお願いしますみたいな感じでね、なんかピッピッピッ言ってますけど、はい、どうでしょうかね。まあちょっとあといろいろね営業マンバージョンもありますんでね、ちょっとそっち行ってみましょうか。はい、では停止しよう。はい、ということでね、まあこんなやつおらんやろっていうような、皆さんが持っている悪徳業者のイメージちょっとちゃいますか。はい、まあまあね、まあどっちかというと、まあ、ヤクザやチンピラみたいなもんですが、まあこういうねイメージあるかと思うんですよ、悪いというとね。でも本当にこんなんいませんね。悪徳業者やからってこんな格好してね吉本新喜劇やるまいし、ね、奥さんどれかあんな今契約ドラマそんでっぜみたいなね、こんなんいませんね。もっともっとみんなこう普通の高生に真面目なんですよ。ただやってる内容がまあちょっとね良くないっていうのがまあ悪徳業者ですね。だけどこんなんが来てね、奥さんちょっと早く契約はんこついてるかーなんて言われたらまずつかへんでしょ。でだからそんなんに騙されることないです。これ騙すんじゃない、そのままですから。ね、そうじゃないんですよね。そこを、まあ、分かっていただきたいなと思って、ちょっと今回ね、こういう企画をしたというだけで、別に私普段からこんなするわけじゃないんでね、そこはご安心してくださいよ。はい、悪徳業者その2ですね。その2番ね、そんなやつおらんよってやつね。はい、まあこんな感じでこうね、ちょっとファッションショーなのにこうね歩いていきます。なんかこんな歩き方するでしょ、こうなんかこう こんなね、まあ、こんな感じの歩き方なんですよね。でもこんなんは絶対に営業マンに来ませんから。そらそうですよね、こんな格好で営業来られたらね誰でも嫌ですよね。だからこうじゃないですね、ちゃんと正装入ってますよ。それでは行きます。さあ、さあということでですね、普通のバージョンね、真面目バージョン戻ってきました。戻ってないね。いやいや、まあ、めっちゃ真面目じゃないですかね。まあ、こういうね、きちっとした、形で、よろしくお願いします。
ていうのが、まあ、本来の私の生き方です。ね、書きはしてないのですが、書きまではあくまで演じてるだけです。はい、ということでね、まあ、変なやつに騙されるなっていう企画ですが、まあ、見た目変なやつはいません。ね、そうそう、今はね、そういう時代じゃないです。でも、まあ、やってる中身が、まあ、どうなのかっていうところ、まあ、そういったところにね、目を向けて、まず相手の会社をしっかりと見て、失敗しない塗装工事をね、していただけたらと思います。まあ、何かのね、お役に立てればと思いますんで、まあ、皆さんね、今後とも、この真面目な、ね、真面目な山岡君をよろしくお願いします。